さあ、今日のためすべきことを無事終えたことに感謝しながら寮へ戻るとしましょうか。よく働いた日は心がすっきりとしています。あら、この声は何でしょうか。どこから。まあ、こんなところに一体誰が。なんてひどい。命を捨てるなどとても許されることではありませんわ。さあ、おいでなさい。まずはミルクをあげましょうね。それからあなたの体を洗わないと。あ、なんとかおとなしくなってくれましたわ。あ、転校生様、ごきげんよう。あなた様も寮へ戻られるところですか。私も、これはですね、学園の門の脇に置かれていたんですの。はい、捨て犬です。寮ではもちろん飼えないことを知っています。ですが見過ごすことができなかったのです。人の勝手で命を粗末にする行為は許せません。あ、この制服ですか。それが抱きかかえようとしたら飛びかかってきまして、この子が泥だらけだったので私もすっかり泥まみれに。いえ、制服が汚れるなど大したことじゃありませんわ。それに飛び込んできた時この子は震えていました。どんなにか心細かったことでしょう。この子のぬくもりに少しでも慣れたなら私は本望なのです。ですから少々お見苦しいと思いますが、どうかお許しくださいませ。え、転校生様、なぜシャツを私に。いけませんわ、あなた様のシャツが汚れてしまいます。ありがとうございます。気遣ってくださったのですね。いえ、私にはわかります。肩に羽織っているだけなのに暖かいですわ。この子にも一日も早く安らげる場所を探してあげませんと。いいえ、必ず私が見つけてみせます。これは使命です。あなた様も手伝ってくださるのですか。ありがとうございます。心強いです。あら、見てください、転校生様、子犬がぐっすり眠ってしまいました。なんて愛らしいんでしょう。まるで天使のよう。この子を慈しんでくださる方はどこかにいるはずです。明日から里親探し、どうぞよろしくお願いいたしますね。